旧駅舎南東から見た市内沼駅は、宮城県宮城郡松島町畑谷字川田市にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。当駅から南へ3キロほど向かったところにある、水田が、かつて、市内沼と呼ばれる吉田川の湧水池だった。元禄10年に干拓が計画され、元禄線穴が作られる。また、明治の末には、市内沼周辺の洪水を松島湾に流すため、新たに明治線穴を作った。現在沼はない。現在も、駅より自転車で15分程度のところに、元禄線穴の入り口が残されており、保存のために流木の除去等も行われている。単式ホーム2面2線を持つ地上駅である。元は単式、島式ホーム2面3線であったが、中線は横取り線となり、ホームは柵で仕切られている。互いのホームは跨線橋で連絡している。1番線ホーム西側に面して駅舎がある。駅東側に出るためには、駅の北にあるトンネルを潜るか、南の踏切を渡る。2020年3月1日使用開始の駅舎は、鉄骨造り1階建て延べ床面積約65平方メートルで、高さの違う2枚の屋根で、市内沼地域の山並みや大地の起伏を表現し、江戸時代に市内沼干拓のために掘られた元禄線穴をイメージした石材やレンガ調のデザインを待合室内装に採用している。松島海岸駅管理の簡易委託駅で日中のみの駅員が配置されている。簡易Suica改札機、乗車駅証明書発行機、ポス端末設置。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は289人である。近年の推移は以下の通りである。駅舎がある西側に古くからの小さな集落があり、近年、小学校の裏手に住宅が広がっている。以前は、棚田と松島第5幼稚園があったが、宅地開発のため取り壊され、幼稚園は小学校校舎を利用している。駅前に、商店、公民館、郵便局がある。駅の南300から400メートルほど行ったところに、交番、元禄線穴がある。周辺に大きな店、コンビニエンスストアなどは特にない。駅の東は水田、南は林に覆われた丘陵である。大里町、大崎市、東松島市の境目に位置しており、大里町からの利用者も多い。また、近年では住宅地として、市内沼駅周辺地域の田園住宅整備及び開発が進められている。ありがとうございます。